嬉しい。そう、ハーゲンダッツミニカップ花もちの今期間限定で出ている花もちシリーズの銀線きなこ黒蜜と香ばしみたらしくるみのタイアップ CM にね、出演させていただいてて、見れる券が12件あるんですよね。そう、方言でね、最後言ってるんですよ。その地域、その県によって方言がちゃうんですけど、その方言で言ってます、最後の部分を。わ、嬉しい、見たよって。 美味しいって言ってる時のってことかな。食べてった時のくしゃってやつ好き。ありがとう、嬉しい。なんかすごい勉強になりましたね。なんかスプーンに移るとかもあるから、なんか角度とかもあったりとかして、わ、そうやって、そういうところも気をつけないといけない点なんだなぁと思って学びました。お母さんは本物ちゃう。 本物じゃないですよ、びっくり。 急に、あれ、さっき前髪 さっきも前髪ありました。 よ、長野の方言ってイメージは、長野の方言、あー、思い出した。でも言っていいか分かんないから 見てみてください。明日買ってこうと思います。そう、明日かどっかでね、一緒にファンクラブでですけど、ハーゲンダッツミニカップ花もちシリーズ2種類あって、好きな方をみんな用意して一緒に食べれたらなーって話をさっきしてました。そう。 当たった。明日か明後日、明日の話だね。明日とは言って、明日か明後日、分からんけど、土日とかの方がみんないいかなとか思って考えてはいますけど、まあ分かんない。ね、名古屋ではやってないしなーって言って。CM の方言全部まだ覚えてるよ。の45分になったら教えて。私が教えるんですか？ なお45分になったら教えてってコメントが来てました。教えてあげてください。私も時計見れへん。 こんばんは。こんばんは。方言難しかったですよ。なんかやっぱり知らない方言がたくさんあったから、すごくね、こういう感じで、こういう感じのトーン、イントネーションっていう動画をいただいてたので、それ見て、それ何回も見てみたいな感じだったり、教えていただいたりとかして、無事に終わりました。考察で3人がね、高校生ね、ぜひね。
今日も笑顔でお元気です、お元気ですそうやねって、お元気ですそうですよ。地方によって違うんだって、すごいコン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 って聞こえたんですけど、8メンバーに聞いてみたりして、あ、全然そういう話はしてないですけど、もともとの動画がなんかあれなんですよね、あったんですよ、いただいてて、その動画を見てって感じですね。そう、おっと怖いってたまにあるんですよね。そう、うん、多分すごい音でやったったからやと思う。うん、自分の地域は朝の情報番組の間にハーゲンダッツの CM 流れました。本当ですか、嬉しい。うん。ねえ、それ受けたえてどうやってつながっていくのかねえ、見てください今夜ぜひ。うん、元気なお顔が見れるの嬉しい。ああ嬉しい。うん、ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツめっちゃ好きって言ってたんですよね、配信とかでも。めっちゃきなこ黒蜜がめっちゃ美味しい、なんかすごく嬉しかったです。来週早く来いってなるってこと、ドラマ終わるたびに。わお、確かに。しかも気になるもんね、終わり方も。なんか誰かがね亡くなられたりとかするからさ、どういうこととかって疑問な感じで終わったりするし、高校生のとこもやけど、なるよね、見ててなる。私も思いますもん、早く見たいなって。そうだから今週も、今週もっていうかもう今日ですけど、今日もリアルタイムで見ようと思ってます。しっかり見る。うん、ねえ本当にどういう風にね、つながっていくなって思いますよね。うん、そう、うん、あと2回で終わるのって感じ、わかるね。ここで疑われてた、疑ってる方ですか、疑ってる方と疑ってない方がいますよ。アルフォート食べながら好きなんですか、アルフォート。うん、なんか一時期好きやったな、アルフォート。すごい好きで食べてたんですよね。今も好きですけどね、もちろん。一時期すごくね、ミルクが多めのチョコみたいなやつ出始めた頃食べてた気がします。ミルク多めみたいなやつ。23時になったら終わるので教えてください、また。うん、教えてください。いや本当にね、うん、台風とかね、そうですよね、気をつけてくださいね、できることね。うん、心得ました。ありがとうございます、心得ました。
会いたいですね。うん、しっかり待ち構えます。何を待ち構えるの、ね、何話したっけ。はい、ここはね、虫刺されず刺されがって書いて、でもここはないないないのに書いて、うん、そう、うん、それだけじゃなくて顔も刺され、顔はね、なんか、うん、プツってある、なんかで、うん、多分痒いからそうやと思う。あ、45分になったみたいですよめっちゃ優しいやん、なんか本当もう感謝してよ、もうみんなコメントしてくださってる方に、もうみんな優しい優しい優しいわ、もうアラームかけなさいこちらもやな、私もやそんなん言ったら言い出したら、優しい世界、ほんとね、優しい世界、ほんと、いや、ほんとにちゃんと覚えてるってすごいですよね。覚えて、いや、だってさ、もう45になった瞬間やったよ、みんなすごいよね、ねすごいな、なんか泣いていいんやで、やって、どうぞどうぞ泣いてください棚尾田変わらんなえて、あ、お久しぶりなんですかね、ありがとうございます。棚尾久しぶりですね、棚尾呼びはい、泣きますやって、泣いてるって、うん、ね、なんか心が穏やかな気持ちになりますね優しい世界で、うん、タナオって読んだことないな、そうですよね、分かれますよね、本当、もうタナオってずっと呼んでね、くださる方もおられば、おられば、いてくだされば、おらればで合ってる、あの、まあいいか、あのニュアンスそんな感じですがおられたり、ね、全くそれじゃなくてなおちゃんとかそういう呼び方だったりとかね、大変って思ったことは別にないです、楽しいです、自分のしたいことを今一つずつさせていただいててね、なんかすごく楽しいですよ、うん、充実というかありがたいなって思います、だから頑張らないとなと思いますね、うん、そう、だから今できることを精一杯やって、後悔しないように精一杯頑張ろうと思っているって感じですね。そう、舞台ルーキーズもね、11月の舞台に出演させていただくんですけど、ファンクラブ選考が今日から始まったので、ぜひよかったら今回は東京公演だけじゃなくて、大阪と滋賀でもありますので、よければぜひ見に来てください。舞台ルーキーズって、やけど、そうです、アニメの、はい、ルーキーズ、あのドラマのルーキーズが舞台化されるということで、そのあのマネージャー役の八木桃子役をさせていただきます。はい、ぜひよかったら見に来ていただければなと思います。すごく、なんて言うんだろう、やっぱりね、見て
すごく元気になれるというか、パワーがもらえるというか、そういうお届けできるような舞台だなってすごく思っているので、台本とかもね見て、だからすごく楽しみです。野球わかるんだっけ。私は野球ね、パワープロでめちゃくちゃ鍛えましたので、ルールとかはもう完璧ですね。なんか結構コメントでもね、野球わかるんみたいな感じのね、ありましたけど、私野球はもうルールとかはもう完璧です。もうパワープロやりまくって、わからへんルールは調べて、それでもやったので、パワープロね、やったんですよ。 DS のパワープロ公演に置いたら、最終的に取られました。はい、私の苦い思い出、私のめちゃくちゃハマってたパワープロが公演で取られました。帰ってこなかったっていうもうめっちゃショックだったんですよ。本当にショックでした、本当に。でももう目星はって言い方でもね、その時に通ったね、ちょっと目星はついてるんですでも全然顔とか覚えてない。でもあの時人いたなっていう記憶ねもうミスったよね。自転車のカゴに置いてたら取られてましたなんでカゴに置いたん。あ、チャリのカゴに入れてたやつだけ。すごい、よく覚えてくれてましたね。そうかっこいいでしょ、捜査官って言われて、急に捜査官って言われた。うん、めっちゃショックでした、ほんまにね。自分の選手を作って、そう、めっちゃやり込んで、でいい感じに仕上がったパワープロが奪われてね、あの選手とかの名前見られるのもちょっと恥ずかしいじゃないですか。もしね、データ消さずに始められたんだったら、私の作った選手の、まね、そんな見られちゃって恥ずかしい本当恥ずかしい。選手育ててましたね、普通に試合したりとか。めっちゃ好きだったんですよね、そうそうそう、そんな感じ。そう、もういやや、なすいってなんで覚えてるんですか。なすい、びっくりした。なすいって名前ちゃんと入れたみたいな選手名にでしょ。ナスイってあれなんですよね、私ぬいぐるみに小学校ぐらいの時につけた名前なんですよね。なんでそんな名前にしたんやろっていう。水色してたウサギっぽい形のやつだったんですけど、だから水色、水曜日の水、あ、ナオのナ、ナオ、ナオって名前やからね、ナオのナ、ナーの部分つけよう、ナスイもうなんでって、なんでそんな名前にしたんっていうちょっと感じですけど、そういうあれでナスイよう覚えてるわ。ちょっとやっぱりちょっとね、やっちゃいましたねいやーすごいね、センスがね、いろんな意味ですごい。いや、実際ね、野球したことあった、あったっていうかないですね。ソフトボールとかやったら、体育でやったとか、野球の試合とかはお父さんが野球とかしてたから見たりしてましたよ。うん、って感じかな。野球面白いですよね。野球
面白い、うん、バッティングセンター行きたい。あーバッティングセンターか、めっちゃ早いやんな。何個かしか1、2球出たらおーぐらいな気する。そうなんや、ネモステレビでされてたんや。楽しそう、うん、チケット一般応募とかだと前の方で見れないかな。それわかんないです、私わかんないです。でも今んところファンクラブ選考で取ってくださった方とか前の方でね、でも席によって違うんじゃないかな。あの A 席みたいな S 席とかあったと思うので、そこの中でっていう感じじゃないかなとは思いますけどね。どうでしょうか。でも一般のどうなんやろ、ファンクラブ選考、ファンクラブ選考結構その席の中でも前みたいなのが多いイメージですけどね。最前に座られてる時もありましたよね、うん、その枠あるじゃないですか、 S 席とか A 席とか分からへんけど、そういうのとか先行は割といいっていう言ったあるイメージ多いよね。楽しみだけど、私も楽しみ、うん、どうなんですかね、わかんないです、うん、ぜひね、もし見に来てくださる方がおられるんだったらファンクラブ選考でお待ちしております。はい、うん、そう、今だったらファンクラブの中でお話し会も25日26日オンラインお話し会をするんですよ、1対1の。それの申し込み URL がファンクラブ内で載ってたりとか、今ちょうどグッズも発売してたり、ファンクラブ内では結構盛んにいろいろなんかお知らせとかオフショットとかも載せたりしてるから、すごくファンクラブおすすめな、特にお勧めな時期ですね。あとはもうちょっとでファンクラブ1年になるのでね、何かねできたらいいなとか思ってますけど、ぜひよければ、うん、昨日シール届いた、おー、グッズのかな、見に行きますって、嬉しい、やった、ルキス、ぜひ、そうね、あの公式サイトとかもありますので、あの配役どんな感じなんだろうとかね、あの質問されてますけど、あの気になる方はツイッターの舞台ルーキーズもの公式ツイッターもあるので見に行ってみてください。あのどちらかツイッターか公式ホームページ、うん、お疲れ様ですって、お疲れ様です、皆さんも金曜日、みんな疲れ溜まってるよね、しっかり休んで疲れを取ってくださいね。いつも何時ぐらいにみんな寝るのかな、うん、うんうんうん、そうですよね、疲れたまりますよね。お仕事帰り気をつけて帰ってくださいね、
金曜日、金、噛んじゃった金曜日は夜更かし？ じゃあちょうどあれですね、漂着者。このあと11時15分から放送される漂着者、金曜ナイトドラマ漂着者、見ていただけますかね。よかったら見てください。はい、フォローしましてて、ありがとうございます。ちょっと1週間に今んとこ1回とか、金曜日に配信してるんですけど、なぜなら今レギュラー出演させていただいている金曜ナイトドラマ漂着者の放送日だからです ということで、よかったらね、この後23時15分から第8話漂着者が放送されます。ぜひよければご覧ください。どういう展開になって